オリジナルのカラーに変更しました。北海道の道南いさり美鉄道は所有するキハ40系の1両を白地に黄緑とラベンダー色の帯が入った JR 北海道のカラーリングから山吹色に青のラインが入ったオリジナルのカラーに変更しました。塗装が変わったのは定期検査が行われた車両で、今後他の車両についても定期検査のタイミングでオリジナルのカラーにするとのことです。随分ガラッと変わりましたね。そうですね、まあ、けど正しいのがね、これちゃんと定期検査するタイミングで色を変えようっていうところでね、はい、道南いさり美鉄道が開業したから一斉に変えましょうみたいな、そんなんじゃなくて、まあ、できるだけそういう塗装してもだんだん老朽化してまた塗装しなきゃいけないから、その期間を延ばすためにできるだけ金を使わない感じでやろうという姿勢は、いいと思いますね。なんかあれ人気のこうカラーリングというか車両なので、なんか寂しい感じはしますけれども、いやけど、まあ、JR 北海道オリジナルの色なので、まあ、多分今後はいろいろオリジナルの、あと何両だっけな、全部で9両あるうち2両が長丸で、1個がこれに変えたって言ったから、あと6両あるんですけど、まあ、今後の方向性としてはね、国鉄時代のカラーリングにものやつを1両作るってやつが案として1つあるのと、あとはこのあえて JR 北海道の色をまんま引き継ぐっていうのとか、なんかそういうのも含めていろいろ残していくと、多分なんですけど10年後とかぐらいにはもうキハ40が残ってる唯一の区間みたいな感じになりそうなところなので、そういうところでいろいろこうキハ40のバリエーションを楽しむ感じでやっていくと、まあ沿線盛り上がるんじゃないかなと思いますね。またお越しいただきたいですね。はい。